箇所トライアルです。今スタートしました。まずまずのスタートでしょうか。ちょっと遅れたのがマイネルプレーリーあたり、真ん中から高ダッシュを見せましてシミラクルが行くか、そのうちの方からマイソールサウンドであります、一番外からピンクの帽子ローエングリーン、急遽手代わりした竹幸四郎は逃げますか、ローエングリーンが逃げます。これを追いまして大タックフラッグ、それからマイソールサウンド、シルクフェイマスといったところ、その後ろにタイガーカフェがつけています。それから上り馬シンデレラボーイが続いている。そしてこの位置にメガスターダム白い帽子、しんがりから2頭目から3頭目に皐月賞馬のノーリーズンが続いています。さあ1コーナーから2コーナーへ馬群を引き連れて、先頭は16番のローエングリーン、竹幸四郎2馬身のリード、2番手にシルクフェイマスであります。その外へ大タックフラッグ3番手、その後ろ12番のシンデレラボーイ、内々5番のマイソールサウンド、3番がタイガーカフェであります。その外へ7番のキーボランチ、黄色い帽子注目のシンボリクリスエス、そして岡部幸男であります。そのうちぴったりと2番のメガスターダム松永美希夫、その外へレニングラードが続いている名村サンクスであります。無知を取り出した4番テイエムマズルカと芹沢純一、その後ろから15番皐月賞馬ノーリーズンです。1番がオペラカスタムであります。これをかわしてヒシミラクル、しんがり6番のマイネルプレーリーの展開で、早くもゴールまで半マイルの標識は過ぎている。先頭は依然としてローエングリーンでありますが、体半分の差シンデレラボーイ並んできた、シンデレラボーイ並んでくる、押しながら海老名のタイガーカフェが3番手、その外から青い帽子キーボランチ、その後ろマイソールサウンド、内々を通ってシルクフェイマス、外から一気に名村サンクス、黄色い帽子が2つ、黄色い帽子が2つ、シンボリクリスエス、そして外へ行ったのはレニングラード。さあ直線の攻防だ。一番外から皐月賞馬も飛んできている。ノーリーズンが来た、大外からノーリーズン、真ん中を割ってシンボリクリスエス、あと 150m、 ノーリーズンかシンボリクリスエス、ノーリーズンかシンボリクリスエス、シンボリ先頭、シンボリ先頭、2馬身のリード、シンボリクリスエス文句なし1着、2着には